これ上いくら？暑くて歩けない。歩けない。今やった。学生の時になんか卒業記念みたいなので。迷子だから出てこれます。どこに急坂だね。急坂です、どこに行けばいいかと言われると正直よくわからないよね。この後の向こう行くの？マップを見ないと。
階段のところにたどり着くんだ。あの階段のところ、うん、じゃあダメじゃん、戻んないと、うん、じゃあ、あの坂を登らないと、ね、がここだから、うん、ここが階段のところ、じゃあ戻らないと、あ、そういうか、そっか、うん、あ、この近道っていう坂を登れば、うん、ここなんじゃない、うん、じゃあそれで、わかんないけど、じゃあこれを近道っていう坂道ね、近道っていう坂道を、心臓破りの、そう、ああ。いろいろな国の雑貨とアクセサリーオリジナル、やめとく、勇気がない、何も買わずに出てくる勇気がないから。すごいね。もうもはやポンってもうやんない。もうすごいな。ねえ。こっち坂を降りて向こうに行けますね。頑張れますか。なんか下りより登る方が楽。うん、結果？うん。朝向いても登ってこなくていい。そうだね。まあまあせっかくなんでね、一応ヤックルさんを記念撮影的なものもしたいですよね。いいっすか、大丈夫ですか。かなり急だね。かなり急だね。もう一回やる急だよ。座ってんだよ。お犬様ね。お犬さん。ライトをつけないと見えないですよ。暑い、もう超ベタベタ体が、うん、でハードだね、ハードだね、なんか昔あの夏に山登ったの思い出すわね。調子に乗ってたっていう、なんか近いと思ったけど全然近くなかったみたこれ寺なんか違うっぽい。そっちだね、うん、そうだね、なんかあれだね、ジブリみたいだね、うん、不思議な街だね、国立交差的な、うん。エアバギーどこまで行けるか、いやまさかそこの中にいるのが犬だとは。まさか、まさか、まさか。犬を飼っていない人からしたら思いもよらないでしょう。本当だよね。バニーさ、だんだんにあるやつ、ね、うん、10個だっけ、うん、煙突がバーって並んでるよ。あ、そういうこと、うん、10個も並んでる。いや、10個も並んでないね。そうだよね、うん、なんだろうね、違うってことだね、わかんない。
これ黒猫山とか竹林とか大変だね。大変だね。うん。普通の暮らしの道具。へえ、キョウちゃん好きそう。急須あります。見てくる。いいよ、見てきて。うん、え、そう。じゃあちょっと一回見てくるね。うん、掃除機械館こっちって書いてある。20番に向かう。うん。左に。これすごい汗だね。うん、溶けてるよね。溶けてる。でも今日の湿気はそうなるよね。うん、なんかあっちも大変なことになってるの。なんかすごいね。ねえ、かっこいい。うん。うん、おしゃれだね。うん。すごくない？あれなんか超おしゃれなんだけど。超おしゃれなんだけど。へえ。犬オッケーなとこはないのかな。行けるかな。うん。ゆるい坂。ゆるい坂。こっちゆるい坂。本当だね。急な坂行く。急な坂行くんだ。急な坂。ね。マジか。マジか。これあれだね。スクーターとかだと雨の日滑りそうで怖いね。お疲れ。大変だったね。大変だったね。なかなかに大変な。騙された。苦しい。苦しい。苦しいよ。そんなことないよ。そんなことないか。だんだんなってんのかね。美味しかったよね。ね。こんな普通にあんな美味しいと思わなかったから。そう？猫さん乗ってるよ。猫さん乗ってるね。うん、本当だね。
かわいい。昭和レトロ雑貨、着物リメイク服。独特。へえ。ワンちゃんもお庭でご一緒にお休みいただいて。なんかさ、うん、すごいよね。ドッグフレンドリーのお店もあるもんね、うん、で、これがあ、うん、すげえ昭和レトロ。昭和レトロ、なんだそうだね、うん、あ、なんか皿とか、